習チャンネル。運よく僕もそういうのに憧れてドイツ入ったのはあるんですけど、なので、まあ、MA もやったことあるし、債券もやったことあるし、株もやったことあるし、カブレッジ側の営業活動もしたことあるしっていう感じです。両方なんですけど、メインはやっぱカバレッジサイドですね。何がこう選ばれるポイントになるんですか？選ばれるポイント、本当に企業さんが何を求めてるか様々ではあるんですけれども、顧客からしたらどんだけそれがうまくいくのか、まあ、前提としてあって、それの調査として、例えば実績もしかり、そこが提案してるやり方が一番フィットしているかだったり、あとはサポート体制が厚いかっていうような部分が見られてると思ってます。よくまあ戦略としてみんなやるのが、実績だったらみんな綺麗な見せ方をします、当然。はい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 。グローバルなやり方でやるとか、年度を変えてこの区切りだったらいいとか、あとまあ信頼感とかサポート厚い感っていうのはよくメンバーとか紹介するじゃないですか。その時にもうグローバルでめっちゃサポートしますよみたいなのを作るんですよ。めちゃくちゃ実績がありますみたいな、ジョーンズさんですみたいな、そのチームでわーってなんかめちゃくちゃもうゴリゴリのキャリア、ハーバード出てるとか、スタンフォード出てるとか、ケンブリッジみたいな、めちゃくちゃもうここの専門家ですみたいな人たちと、僕らのこの日本チームでトータルサポートしますドーンみたいな見せ方をしてもそれっぽく、まあ、各社見せてますね。まあそうですよね。もうどこもそういう戦いですね。そのサポート体制って、僕もこう VC に行った時に結構その上場 IPO する時に野村だったりとか代表とかサポートしますよっていう形でやるんですけど、大体どこもあんま変わんないんですよ。そうなんですよ。そうです、そうです。結局でも IPO する時に主観で選ぶポイントとしては、エクイティストーリーがなんかどれだけこう綺麗に描かれてるかみたいなところだと思うんですけど、なんかその辺は投資銀行も結局じゃあ MA したい、資金調達したいってなった時に、その後のストーリーをなんかどんだけ描かれてるかをやっぱ見られてるんですか？そうですね、まあ、後のストーリーもそうなんです。結構ファイナンス的に見てる感じはしますね。どういうコンプスで見て、どういうバリエーションになってるかっていうところを見て、それがどんだけ正当性あるのかっていうところが結構見られているところと、多分サポート体制って結局最後って人になる気はしますね。担当の MD とか D とかがどんだけ例えば頻繁に通ってくれてて、どんだけ毎回タダで有益な情報をくれてるかとかっていうのも割とでかい気がしますね、最終的には。やっぱ結構カバレッジは非常に大事な。そうですね、プロダクトサイドの良さって言うほどないんですよね。言うほど、もちろん実績が違うとか、どこが得意とか、どのチームが分厚いとかはある程度はあるし、イギリスが強いなのか、アメリカが強いのか、インドが強いなのかとかはありはするんですけど、提供してるサービス的には別に一緒っちゃ一緒なんですよ。多少その銘柄を選ぶなんかセンス、まあ、ね、コンプスのセンスとかは多少変わるかもしれないですけど、突き詰めればその人であってになってくると思いますね。でも新井さん、そのカバレッジもプロダクトも両方いらっしゃったわけじゃないですか、どっちの方がおもろかったですか？最初はやっぱカバレッジサイドになるんですよ。で、若手の目標って案件入ることなんですよね。案件入るっていうのは、っていうのがそのプロダクトをやるっていう、例えば MA やりますってお客さんが決めた時にそのチームに入れるかどうか、それは一種のちょっとステータスというか目標でもあったりするんで、その時には高揚感は感じたりはします。それ入ったら何するんですか？今ちょっとカバレッジのお話を結構聞いてたんですけど、プロダクトのところにじゃあ入りましたってなったら、その人たちは案件走ってる時何をしてるんですか？基本的にはやっていくプロセスって大体決まってるんですよ。例えば MA だってたらお客さんと話して、どれぐらいの実際借りてバリエーションするけど、その精度上げていくためにデューデリして、じゃあそのデューデリをしてから、まあ、投資契約とかいろいろ交渉とかする中で決めていくっていう流れになるんですけど、例えば若手がよくやるのはもうデューデリとかの雑務をめっちゃやります。雑務っていうのが超地味なことで言うと、めっちゃ議事録取るとか。一番僕嫌だったのは5時間会議があったんですよ、英語で。それを取って徹夜で上げて、いや全然取れてないやって言われた時はめっちゃきつかったです。ドキュメンテーションってやつですね。ドキュメンテーション、いや結構これ見てる学生の方とかってそんなに共感してもらえないと思うんですけど、確かに議事録取れてないので詰められることめっちゃ多いっすよ。そうっすね。なんか議事録の取り方もちょっとややこしいのが、人によって何が求めてるか違ったりするんですよね。上の方によってめちゃくちゃ簡潔にしてるのがいいってパターンもあるし、かなり一言一句に近い形で取るのがいいっていう人もいたりするんで、そこを外すとめっちゃきついですよね。わかります。なんで議事録でフィードバックされてるんだろう俺って思いながらもなんか頑張るんですよね、あれ。そうなんですよ、若手のうち。議事録ってでもね、意外と大事なんですよね。あれってあれを顧客に送ることで、こういう共有で進んでいってますよって毎回のしおりみたいな確認の場なんで、あれミスって全然反対のこと書いてると同意ないと違うやんってなって、結局大変なことになるんで、地味にね、めんどくさいけど大事なことなんですよね。なんでまあ今からね、出世したい若手とかは議事録うまいだけで評価されるっていう文化もあったりするので、ちょっと意識してもいいかも。大
事ですよ。最初に仕事任せてもらえるっていう。そうそうそう。俺議事録担当だからって、これ別に恥ずかしいことでも何でもないんですよね。大事ですよね。大事です。めっちゃ大事です。他何するんですか。なんかもうそれこそ数字エクセルガーみたいなのとか。めっちゃします。めっちゃします。まあ、パワポ作ったりだとか、はい、そういうイメージあるんですけど、それめっちゃするんですか。おっしゃる通りですもん。エクセルとパワポですもん。完全にそう。エクセルでちなみにそのデューデリの雑務の一つで言うと、どういったものを作ったりするんですか。はい、もうカンプロとかです。カンプロってのはカンパニープロファイルで、そこで会社の分析を数値的に再分析をしていくっていうことだったり、会社レベル業界レベルがあって、それのまあいろんな比較をしていく、コンプスって言われるいろんな指標でしていくっていうのがあったりするのと、パワポは割とエクセルを使ったのをパワポに貼り付けてきれいにするとか、資料の大体アウトプットがほとんどパワポなんですよね。先ほどちょっと申し上げたビューティーコンテスト系だと100枚ぐらい超えます。え、パワポ100枚の資料持ってくるの？100枚を製本して持っていきます。誰が見んねんって話じゃないですか。いやそう、本当に分厚ければいいんかいみたいな。分かって大変ですね。あれしかもめちゃくちゃ短い期間でやらされて、直しも死ぬほど行わされるんで、めっちゃしんどいですね、あの期間は。その、まあ、若手、まあ、中堅、まあ、ベテランみたいな方でいうと、この中堅ベテラン層は何をするんですか。ベテラン層の方になってくると、よりあの上とのコミュニケーションになってきます。上っていうのは相手先の、例えば社長だったり CFO だったり、まあ、部長さんだったりとかとのコミュニケーションで、実際に最初のカバレッジサイドだったら営業僕らは使ってくださいっていうような話になっていって、そこから案件が進みますやりますってなったら、上とのコミュニケーション、齟齬がないかとか、どういう方針で進んでいきましょうとかっていうコミュニケーションを主に取るのが上の方です。はいはいはい、なるほどね。その下が全部、まあ、作業員って思ってもらったらいいんですけど広いな。でそこの下にいる VP とかは割と間の職なんですよね。一応ランク言っとくと MD、ディレクター、VP、アソシエートアナリストっていう順番で、最初の1年間から3年間ぐらいが大体アナリストで、4年目以降がアソシエートで、そこまではジュニアって呼ばれるそうで、 VP 以上シニア版かになるんですけど、 VP とかは割とそのマネージャーにちょっと近い下のアナリストとかアソシエートを動かしつつ、自分もまあ作業していくっていう感じですね。資料とか現場の統括に近い感じとはいえ、自分もプレイングマネージャー的に動きながらやっていくみたいな、はいはいはい、割と VP になってきてから VP の方が主体的にお客さんを取りに行くムーブもちょくちょく出てくるかなっていうイメージですね。お客さんをプロダクトサイドの人たちが取りに行くっていう動きもあるんですか。あ、そうですね、あのカバレッジの人と一緒に行って感じで、はい、同行してっていう、同行してっていう。となるとジュニア時代はもう超ドレー。おっしゃる通りです。まあ他の友達とか後輩とかみんな口を揃えてそう言いますね。高級地上奴隷だっつって。そうだ。どのぐらいハードなのか教えてほしいです。一番大変だった時はマジで3時とかですね。夜3時で朝普通に早く行ってっていう繰り返しを。何時に行くんですか。朝でも8時ぐらいです。で土日なくっていうのが一番きつかった1ヶ月ですかね。1ヶ月間毎日その生活。あ、そうですそうです。やば。一番きつかったっていうのは、その1ヶ月がたまたまあったっていう話なのか、言うてそれ割と何回か繰り返したよねって話です。ちょいちょいやるんですけど案件が例えばバンカーとして嬉しいことなんですけど、2つ一緒に入ったとか案件、その時ってもうやばいんですよね。1件だけのきついのに、それが2件入ってると間に合わないからもう夜削ってやるっていう話になってくるし、マジで寝れなさそうな感じしてきました今でしかもミーティングとか多いじゃないですか、そういう議事録取るとか含め、でそういうアレンジをしてるのが投資銀行の役割なんですよね。デューデリとかだったら、例えば税務のデューデリをすることもあるし、ビジネスデューデリとかで外交とかに頼むみたいなのもあるし、法務的なリーガルデューデリで弁護士の先生とかにやってもらうみたいな、いろんなデューデリがあって、全部取りまとめするみたいなのが割と投資銀行の役割だったりするんですけど、そうするとめちゃくちゃ会議とか増えて議事録取ってなってくると、自分の普通にやらないといけない作業がもう夜からしかできないみたいな。あとあれですよね、あの海外とのカンファレンスとか。おっしゃる通りです。海外だと時差なんで、めっちゃ朝早いとかめっちゃ夜遅いとかは普通にありますよね。大変そうだ。やっぱマジで寝れない。プロダクトそれ大変じゃないですか。はい、カバレッジも同じ感じですよね。同じですか。カバレッジの人たちも、あ、そっか、結局提案資料を作んないといけないですね。おっしゃる通りです。どっちの方が大変なんだろう。カバレッジの人たちは案件見込みのない提案資料とか死ぬほどずっと作らないといけないですよね。割とどっちに合ってるかだとは思いますけどね、はい、プロダクトの方がよりプロフェッショナルというか、機能別に分かれてる分、自分の担当領域っていうのがはっきりとしている意味で面白い。で、カバレッジに関しては業種はある程度決まっているものの、その中でどういう提案
ア持って行ってもいいわけなんです、うん、会社の企業価値を上げていくためなら、うん、MA でもよければ株でもよければ債券でもよければそれを自分たちの会社が持ってるリソースの中でどれが一番最大限クライアント先に貢献できるのかなっていう考えできるのでどちらも面白さはあるんですけどね、うん、結構その向き不向きとかをちょっと教えていただきたいんですけど、うんはい、カバレッジに向いてるのはこの人で不向きなのはこの人プロダクトはこうみたいなのちょっとありますかカバレッジはもうそれこそ動ける人だと思いますね、はいはいはい、広く言うと営業職でサービス提供者なのでコミュニケーションが取れてそれをハードなレベルでやっていける人が求められてるのかなと思います、はい、でプロダクトはある意味ちょっと専門職になってくるんで専門的な知識をしっかりつけることができてしっかり仕事を遂行できるようなタイプの方が向いてるなるほどですねとはいえ両方面白そうですね転職してください僕はなんかずっと年収チャンネル言ってるんですけどもし今就職できるならどこ行きますかっていう質問よくあるんですよ。いい質問ですよね。僕はもう外銀に行きたいってずっと言ってるんですよ。やっぱおもろそうじゃないですか、うん、やってることが、うんうんうん、でもしんどそうだからちょっとしんどなとか思いながら聞いてるんですけどいやでもやっぱいいないやまあ面白いですよ ね、 ねこれはでしかもお給料もいいじゃないですか、うん、給料もそうですねぶっちゃけそこはどうなんですか例えば初年給の時だとボーナス込みですね初任給ですね新卒ペーペーってことですよねペーペーですねペーペーにそうそうですほうすごい年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしていますフリーランス向けオンラインサロンもやってます出演者募集中概要欄をご覧ください